浅田真央のショートプログラム、曲はドビュッシーの月の光。さあバンクーバーへの試金石、ショートプログラムに取り入れたトリプルアクセルは決められるか。トリプルアクセルからダブルトーループ決まりました。非常に高さもありましたし、ありましたね。続いてのジャンプはどうか。フリップ、これも余裕を持って決めました。これまでのルッツからフリップに変更してきました。このスパイラルシーケンスも非常に一つ一つのポジションもいいですし、流れもありますね。これまでの浅田真央はどうしてもショートプログラムで出遅れるということが多かったんですが、今日は素晴らしい滑り出し。演技は中盤、この後は規定に定められたダブルアクセルが待っています。余裕で降りてきましたね、はい、もうステップの一部かのような、そんな流れのあるダブルアクセルでした。ショートプログラムのステップは円を描くサーキュラーステップシークエンス。体も非常に大きく使っていますし、非常に大きく使っているだけではなくて、しなやかで、そして力強さもある。非常にいいステップシークエンスですね。この表情で終了しました。いや素晴らしいですね。今シーズンの最後のショートプログラム、笑顔で終了。浅田真央